はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日は3月の10日日曜日です。で、先週はね、もう1週間ずっと、コロナに感染しちゃってね、隔離状態だったんですが、金曜日あたりからね、徐々に動き出して、昨日ね、ちょっと農作業やろうかなと思ったんですけどね、北関東も晴れてはいたんですが風が強くてね、はい、挫折しました。で、今日もね、明け方マイナス 2度ぐらいまで下がったのかな、ですから、まあ気候としてはもう真冬とほぼ同じ、3月に入ったんですけどね、もうほぼ真冬と同じような感じですね。で、徐々にね、体な慣らしながらやってます。で、コロナにかかる前と後で大きな違いっていうのはさほどないんですが、やはりほぼ1週間隔離してました。母とね、同居してるんでね、どうしても普通の生活してますと母がね、いろいろと来ちゃうもんですから、例えば お菓子持ってきたりね、なんだりっていうことで、あまりパソコンの部屋にいるとね、母がちょこちょこと顔を出すもんで、なるべく自分の部屋に引きこもってました。これも結構きついよね。で、今回はコロナにかかってもね、熱があまり出ませんでしたので、っていうか全く出ません。なんで本人は普通の風邪だと思ってたんですが、病院に行ってね、鼻の粘膜の検査 しましたら、コロナですって言われてね、まあそれからえらい騒ぎということでね、1週間ちょっとね、自宅隔離してました。で、食事の方がね、母と一緒に食事しちゃいますと、まあコロナにかかる、リスク高くなるんでね、食事の方は姉に面倒見てもらって、もう自分は、食器を使わない食事です。ですから菓子パン食べたりね、カップラーメン食べたりっていうことで、ゴミは多少出るんですが、食器を洗ったりっていう作業はなくなりますので、母と動線が重なるってことがないんでね、まあそちらを選びました。まあ良かったかなと思ってます。自分がね、コロナになっ治ってね、今度母がコロナになって、死んじゃうなんて、まあ、最悪ね、母の年齢96なんで、最悪死ぬまであるんで、まあ、母の命を守るのにはどうしたらいいかっていうのがね、最優先でね、はい、取り組みました。まあ、高齢の方、ね、両親と住んでる方はちょっと大変なのかなと。まあ、あと今回勉強したのはね、デイサービス等では、扱ってもらえないっていうかね、短期間の、ステイは受け入れてもらえません。結局濃厚接触者になっちゃうんでね、ダメなんだよね。っていうことはもうしょうがないんで、兄弟だよね。自分の兄弟に預かってもらうとか、まあそういう親戚に預かってもらうしかないんでね。まあその辺も、まあ頭の中に入れとくといいのかなと思ってます。まあ今回はね、いい勉強しました。でね、まあちょっと前置き長くなっちゃったんですが、今田んぼに来てます。で、コロナにね、かかる前にね、菜の花がね、だいぶ大きくなってきたんで、収穫しようかなと思ってたところにね、コロナでかかっちゃって1週間ほど放置しちゃいましたよね。だいぶ花咲いちゃいました。で、今花芽を取ってます。で、映ってるのがね、いつものようにね、田んぼの光景ですね。正面が南海山です。白い、もう山の斜面半分以上白くなってっかな。それが南海山です。で、ちょっと左の奥に見えているのが新潟の山ですね。どの辺になるんかよくわかんないんですけど、群馬県から新潟県の山になっております。はい、じゃあ、ちょっとね、今日、今、菜の花、積んでますんで、そこへ、このまま移動します。
いらっしゃい。で、ここもね、フェアリーベッジだいぶ大きくなってきましたね。スズメの鉄砲も大きくなってきました。多分フェアリーベッジの方が大きくなるんじゃないかなと思うんだよね。いい緑肥にはなるんじゃないかなと思っております。ただね、フェアリーベッジもね、やはり株によってはね、枯れちゃう株もあるんで、ちょっとは減ってますけどね、まあ順調に育ってるのかなと思います。よっこいしょ。はい、じゃあ到着です。これがね、いつものね、のり面側のあぜですね。はい、じゃあこれからね、ちょっと摘んでいきます。もう花が咲いちゃったやつはね、元からバチッと切っちゃいます。んで、つぼみの部分だけね、ハサミで、摘んでいきます。こういう花ですね、花になったやつはもう取っちゃいます。そっか、ちょっと近くから撮りますかね。よっこいしょ。ちょっとこのままにして、このままカメラを移動します。よいしょと、よっこいしょ。よいしょ。はい、これが菜の花の花芽ですね。これがね、数日経つと花になります。こういうね、こういう花になってしまいます。これは花、もうこれ花咲いちゃってるんで食べられないです。はい、これをまあハサミでちょっと、これだけなんですけどね、ここにもあります。よいしょ。で、今日はね、先ほども言いましたように、北関東も氷点下3度、2度、3度、その辺まで下がったんでね、ちょっ と、例外っていうんですか、当該っていう言うんですかね、寒さでちょっと弱ってます。でもまあ、1日2日なんでね、すぐに復活すると思うんですけどね。よいしょ。はい、こんな感じですね。よっこいしょ。はい、はい、こんな感じで、菜の花のね、花芽を今摘んでおります。はい、またね、もう少しあるんですけどね、動画の方はこれで終わりにします。はい、お付き合いありがとうございました。